ドストエフスキー作工藤誠一郎役罪と罰前回の続きからです彼はゆっくりドアの方へ向き直ってゆっくり部屋から出て行こうとしたドーニャが追いすがった 兄さん、お母さんになんてことなさるのと彼女は怒りに燃える目で兄を睨みながら声を殺していった彼は苦しそうに妹を見た「何でもないよ来るよ時々来るよ」彼は何を言おうとしているのか自分でも よく意識していないように小声でこうつぶやくと部屋を出て行った「上子らず意地悪のエゴイスト!」とブーニーは叫んだ彼は頭がどうかしてるんですよ。人でなしじゃない。気違いです。それがわかりませんかわからなければ、 あなたが情知らずです。と、ラズミーヒンは固く彼女の手を握りしめ耳元に熱くささやいた。と彼は呆然としているプリヘイリア・アレクサンドロブナに叫んで部屋を飛び出した。ラスコールニコフは廊下の外れで彼を待っていた。 君が飛び出してくるのは知っていたんだよ。と彼は言った。母と妹のところへ戻って一緒にいてやってくれ。明日もいつまでも。僕は来るかもしれんできたら。じゃあこれで。そう言うと握手も求めないで彼は離れていって でもどこへ行くんんだ。だ。何を言うんだ一体どうしたと言うんだこんなことしていいのかラズミーヒンはすっかりうろたえて口走ばしったラスコールニコフはもう一度立ち止まった「これが最後だ絶対に何も聞くな」「君に答える何もない」 僕のところへ来るな。僕の方からここへ来るかもしれん。僕を見捨てろ。だがあの二人は見捨てないでくれ。僕の言うことが分かるかい廊下は暗かった。彼らはランプのそばに立っていた。1分ほど黙って顔を見合っていた。 ラズミーヒンは生涯この瞬間を忘れなかったギラギラ燃えたひたむきなラスコールニコフの視線が刻一刻鋭さを増し彼の心と意識に突き刺さってくるようだったふいにラズミーヒンはぎくっとした何か異様なものが彼らの間を通り抜けたようだ ある考えが暗示のように滑り抜けた。恐ろしい醜悪なものそして二人はとっさにそれを悟ったラズミーヒンは死人のように真っ青になったやっとわかったか いにラスコールニコフは病的に顔を引きゆがめていった「戻って二人のところへ行ってくれ」と彼は出し抜けに急いとくるりと振り向いてスタスタと出ていったその晩ブリヘイリア・アレクサンドロブノの部屋で起こったことを今ここにかきたてることは予想。 とにかくラズミーヒンは戻ると2人を慰め「道女は病気だから休息が必要だ」と口を酸っぱくして説明し「老女はきっと来る」「毎日来る」「神経がひどく乱れているから刺激してはいけない」などとくどくどと言い聞かせ「きっと目を離さず注意していていい立派な医者を見つけて立ち会い診察をさせる」とうとうと誓った。 要するにその晩からラズミーヒンは二人の夫人の息子とも兄ともなったのである4ラスコールニコフはその足でソーニャが住んでいる運河沿いのアパートに向かったアパートは三階建てで古い緑色の建物だった彼は庭番を見つけて仕立て屋の カペルナウモフの住まいを聞くと大雑把な見当を教えてくれた彼は内庭の隅に狭く暗い階段へ通じる入り口を見つけてどうにか二階まで上ると庭に面して建物を巻いている廊下に出たカペルナウモフの住居の入り口はどこだろうとなんだか狐につままれたような気持ちで 真っ暗い中をしばらくうろうろしていると、ふいに散歩ばかりのところで、誰かのドアが開いた。彼は思わずそのドアをつかんだ。どなたあそこにいるのとびっくりしたような女の声が聞こえた。僕ですよ、あなたのところへ来たんです。と答えて。 ラスコルニコフは恐ろしく狭い控えの前入ったそこには潰れた椅子の上のゆがんだ銅の食台にろうそくがともっていた「あなたでしたのまあ」とソーニャは声を殺して叫ぶとその場にぐきづけになった「あなたの部屋へはどう行くんですこちらですか?」 アスコールニコフは彼女を見ないようにして急いで部屋へ通った1分ほどするとソーニャもろうそくを持って入ってきてそれを置くと彼の思いがけぬ訪問にびっくりしてしまったらしく言いようのない興奮に包まれてどうしていいかわからない様子で彼の前に立ったふいに青白い顔に赤みがさし 目には涙さえ溢れ出た彼女は嫌な気もした恥ずかしくもあったしかし同時に嬉しい気持ちもあったラスコールニコフは急いで顔を背けると机の前の椅子に座った彼はちらと素早い目で室内の様子を見てとった それはだだっぴろいが恐ろしく天井の低い部屋でカペルナウモウが貸しているたった一つの部屋だった左手の壁に住居に通じるドアが閉まっていた反対側の右手の壁にもう一つドアがあったがそれはいつも閉め切ってあったそちらはもう隣の住居で部屋番号も別だったソーニャの部屋は なんとなく物置みたいでまるでひつぶしたような四角形でそれがいかにも部屋を見にくくしていた運河に面した壁は窓が三つあって部屋を斜めに断ち切っていたそのために一つの角が恐ろしく尖って深くえぐれこみ淡い明かりでは奥の方がよく見えないほどだった その反対側の角は逆にぶざまなほど鈍かったこのだだっ広い部屋に家具らしいものはほとんどなかった右隅にベッドが一つ置いてありそのそばにドアに近く椅子が一脚あったベッドのある壁際の隣の住居に通じるドアのそばに青っぽいクロスをかけた粗末な薄板のテーブルがあった そのそばに二脚の遠い椅子が置いてあった。それから反対側の壁際の尖った角のそばに、小さな安物のタンスが一つ、がらんとした中に忘れられたように置いてあった。これが室内にある全部だった。すれた黄色っぽいボロボロの壁紙が、四隅は黒くなっていた。きっと冬はジメジメして、 石炭のガスがこもるに違いなかった貧しさが一目で分かったベッドのそばにさえカーテンがなかったソーニャはこんなにジロジロと無遠慮に室内を見回している客を黙って見守っていたがしまいには自分の運命を決する裁判官の前に立たされているような気がして恐ろしさのあまり ブルブル震え出した「遅く伺って十一時になりましたか?」と彼はやはり彼女へ目をあげようとはしないで尋ねた「はい」とソーニャはつぶやくように言った「あそうなりましたわ」と彼女はふいに。 まるでその一言にすべての解決の道があるように、急いで言い出した。今しがた家主の時計が打ったばかりですわ。私はっきり聞きました。そうですわ。これは僕の最後の訪問です。とラスコールニコフは今日初めてここを訪ねたばかりなのに、暗い声で。 おそらくもう二度と会うことはないでしょうあなたはどこか遠いところへわかりませんすべては明日それじゃあ明日カテリーナ岩信長のところへはいらしていただけないのですかソーニャの声が震えた わかりませすべては明日の朝ですそのことではありません僕は一言あなたに言い残したいことがあってきたのです彼は物思いに沈んだ目を彼女にあげたそして初めて自分が座っているのに彼女はまだ前に立っているのに気がついた「どうして立っているんです?」「おかけなさい」 と彼は急に静かな優しい声に変わっていった彼女は腰を下ろした彼は優しくまるで憐れむようにしばらく彼女を見つめていたひどく痩せてますねこの手はどうでしょうまるで透き通るようだ指は死んだ人の指みたいだ 彼はソーニャは弱々しく笑った「私はいつもこんなでしたわ」と彼女は言った「家にいた頃も」「ええ」「まあそりゃあそうだろうさ」と彼は途切れ途切れに言ったそして顔の表情と 声の調子がまた急に変わった。彼はもう一度辺りを見回した。これはあなたがカペロナウモフから借りているんですかはい。家主はこのドアの向こうですかはい。あちらにもこれと同じような部屋があります。みんな一部屋に住んでいるんですか そうですわ。「僕ならこの部屋に住んだら夜が怖いでしょうね」と彼は暗い声で言った「みんなとてもいい人たちですしとても優しくしてくれますわ」とソーニャはまだ自分を取り戻せないで考えをうまくまとめられない様子で答えた。 家具も何もかもすっかり家主さんのですの2人ともとてもいい人ですし子供たちもしょっちゅう遊びに来ますわそれはどもりの子供たちでしょそうですわ主人はどもりでそれにびっこですおかみさんもどもりというほどでもないのですがなんだかしまいまではっきりものが言えないみたいで。 おさんはいい方ですわ、とっても。主人は元屋敷暴行の濃度でしたの子供は7人います一番上の男の子一人だけがどもりであとは弱いだけで別にどもりじゃありませんわあなたはどこからそんなことをお聞きになりまして」と彼女はいくらか驚いた様子で付け加えた。 あの頃あなたのお父さんんがすすっかり話してくれたたですよ。あなたのこともすっかり話してくれましたあなたが6時に出て行って8時過ぎに戻ってきたこともカテリーナ・イワノブナがあなたのベッドのそばにひざまずいたこともソーニャは赤くなった私あの人を今日見たような気がしましたの。 と彼女はあやふやな調子で言った「誰を<よ>父ですの私が通りを歩いているとすぐ前の角のところで9時過ぎでしたわ前を歩いて行くの父そっくりの人が私もカテリーナ・イワノブナのところへ知らせによろうかと思いましたわ」 あなたは散歩していたんですかそうです。ソーニャはまた赤くなって目を伏せると、途切れ途切れにささやくように言った。カテリーナ・イワノブナはあなたをぶちそうになったことがよくあったそうですね。家にいた頃。まあそんなこと、あなたはなんてことを。 どうしてあなたはそんななことを違いますわ。なぜか驚きの色をさえ浮かべてソーニャは彼を見つめた「じゃああなたはあの人を愛しているんですか?」「あの人をえそんなこと決まってるじゃありませんか?」 ソーニャは不意に苦しそうに両手で胸を押さえ、愛想するように言葉を長く引いた。あの人がどんな人か、ちょっとでも知ってくだすったら、本当にまるで赤ちゃんみたいですのよ。それに頭がすっかり乱れてしまって、悲しみのあまり、昔は本当に利口な人でしたわ。本当に気持ちがおおらかで。 心の優ししい人でしたわ。あなたは何も何もご存じないのよソーニャは絶望にとらわれたように不安と苦悩に両手をもみしだきながらこう言った青白い方にまた赤みがさし目に苦悩の色が浮かんだ彼女は胸の数知れぬ痛みに触れられて 何かを言葉に表しはっきり言って弁護したくてたまらない様子であることはすぐに分かったもしこんな表現ができるなら悪くことを知らぬ同情とでもいうものが不意に彼女の顔中にみなぎった「ブッダ」なんてでもどうしてあなたはそんなことをひどいわブッダなんてたとえブッダとしても それがどうしたというのねえ、それがどうしたというのあなたは何も、何も知らないのよ。あれは、それは不幸な人なのよ。あ、なんて不幸な人かしら。それに病気で。あの人は正しさを求めているのよ。心の清らかな人なのよ。どんなことにも正しさというものがあるはずだと、すっかり信じ込んでいるから、 だから要求するんだわ。どんなに苦しくとも正しくないことはしないわ。世の人々がみんな正しいなんてそんなことがありえないってことがあの人にはわからないのよ。だからイライラするんだわ。まるで赤ちゃん。赤ちゃんそっくりなのよ。あの人は正しい人よ。正しい人ですわ。 だが、あなたはどうなるんですソーニャはけげんそうに彼を見たあの人たちがみなあなたに残されたじゃありませんかもっともこれまでだってあなたにおんぶしていたんでしょうがね亡くなったお父さんがあなたに逆代をねだっていたくらいですからところでこれからはどういうことになるんですわかりませんわ。 とソーニャは悲しそうに言った「あの人たちはあそこにとどまりますか?」「わかりませんわ」「でもあの部屋はマダがたまっていますもの」「女将さんが今日断りたいと言ったらカテリーナ・イバノブナはこんなところに1秒だっていたくない」なんて言ったそうですけど。 一体どうしてあの人はそんな強がりを言うんでしょう。あなたをあてにしているんですか。まあ違いますわ。そんな言い方しないでください。私たちは一緒に力を合わせて暮らしていますのよ。ソーニャは不意にまた興奮してイライラした様子をさえ見せ始めた。それはまるでカナリアか何か小鳥が起こったとそっくりだった。 だってあの人は一体どうしたらいいんです。ねえどうしたらいいのどうしたらいいのと彼女は興奮して激しく問い詰めたそれにあの人は今日どんなにどんなに泣いたことでしょう頭がすっかり乱れているんですわあなたはお気づきになりませんでした普通じゃないのよ明日は何もかもきちんとしなくちゃ 料理も揃えてそれから何で子供みたいにそわそわしてるかと思えば急に手をもみしだいて血を吐いて泣きながら突然薬草みたいに壁に頭を打ちつけ始めたりしばらくするとまた気が静まってあの人はあなただけが頼りなのよこれからはあなたが助けてくださるなんて言ってそれからまたこんなことも言うのよどこかでお金を少し借りて 私も連れて故郷の町へ帰りそこで上流階級のお嬢さんたちの寄宿学校を開き私を盛んにするそして私たちの全く新しい素晴らしい生活が始まるだなんてそして私を抱きしめ接吻し慰めてくれるのそう信じているのよ空想をすっかり信じ込んでいるのでもそうじゃないと言えて 今日は一日中洗ったり拭いたりつくろったりあの弱い力でたらいを部屋の中へ持ち込んだりして息を切らしていきなり寝床に倒れてしまったわでもまだ朝のうちに私も一緒に出かけてポーレチカとレーナに靴を買ってやろうと思いましたのだってあの子たちの靴はもうすっかりボロボロでしょところが計算してみたらお金が足りないのひどく足りないのよ だってあの人ったらそれはそれは可愛らしい靴を選ぶんですものあの人は好みがいいからなのあなたはご存じないでしょうけどそして店先で番頭たちのいる前でお金が足りないっていきなり泣き出してしまって本当に可哀想で見ていられませんでしたまあそうでしょうねあなたたちの暮らしぶりを見れば とヤスコルニコフは苦々にい薄笑いを浮かべていった「じゃああなたはかわいそうだと思いませんのかわいそうじゃありませんの?」とソーニャはまた叫ぶように言った「だってあなたはあなたはまだ何も知らないのに最後のお金をくれてやったじゃありませんかああもしあなたがすっかり知ってくだすったら」 私は本当になんとあの人を泣かせたことでしょうそうつい先週もああ嫌な私父が死ぬ一週間前に私ひどいことをしたのよそれに何度一体何度私はあんなことしたかしらああ今だってそうよ思い出すと一日中苦しかったソーニャはそう言いながらも 思い出の苦しさに両手をおみしだきさえしたあなたがひどい女だというのかねそうよ私よ私よあの時家へ帰ったらと彼女は泣きながら語り続けた父が私に言ったのそうにゃこれを読んでくれんか わしはなんだか頭が痛むんだよ。ね、読んでくれ。ほら、この本だよ。って。何でしたか、アンドレイ・セミオノビチから借りた本でしたわ。レベジャートニホルさんといって、同じアパートに住んでいる人で、いつも父に面白い本を貸してくれましたの。それを私言ったら、ダメよ、すぐ出かけるんだから。なんて断ったの。私、読みたくなかったの。 家へ寄ったのはカテリーナイワノブナに襟を見せたいためだったんだもの。古着屋のリザベータが襟と袖当てを安く持ってきてくれたの。とっても素敵で新品そっくりで、綺麗な模様までついているの。カテリーナイワノブナはすっかり気に入ってしまって、それをつけて鏡を覗き込んでいましたわ。そしてもうますます気に入って、ねえソーニャこれをちょうだいな。 お願いよなんて言ったわお願いよなんて頼むのはよっぽど欲しかったんだわだってそんなものを着てどうするつもりかしらただ昔の幸福だった時代を思い出すだけだわ鏡の自分を眺めてうっとりしているだけなのだってもう何年も衣装なんて一枚もないし送信具だって一つもないんだものそれにあの人は一度だって何一つ 誰にもくれななんて言ったことがないのよ。気ぐらいが高くっていっそ自分が最後のものをくれてやるような人なのそれがこんなことを頼むなんてよくよくのことだったんだわところが私もくれるのが惜しくなってカテリーナ・イバーノブなこんなものもらってどうするのよそうよどうするのよなんて言ってしまったのこんなことはあの人に言っちゃいけなかったんだわ あの人はじっと私を見つめましたわ。私に断られたのが、どれほど辛く悲しいことだったか、本当にかわいそうで見ていられないくらいでしたわ。それも襟が欲しいのじゃなく、私に断られたのが悔しいの。それはすぐにわかりましたわ。ああ、今こうしたことが、すっかりひっくり返せたら、こうした前の言葉をすっかり言い直せたら、 と、しみじみ思いますわ。ああ、私ったら、何を言ってるのかしら。こんなこと、あなたにはどうでもいいことですものね。あの古着屋のリザベータをあなたは知ってるんですかええ。じゃあ、あなたも知ってましたのと、ソーニャはいくらか驚いた様子で聞き返した。 ユバノブナは肺をやられています。かなりひどく。もう長いことはないでしょう。とラスコールニコフはしばらくして問われたことには答えないで言った。まままま違違違いいいす、違います、違いますわ。そう言ってソーニャは違うことを愛願するように無意識に彼の両手にすがりついた。 でも死んだ方がいいじゃありませんか。いいえよくありませんよくありませんちっともよくありませんわと彼女は怯えきって無意識に繰り返したじゃあ子供たちはそうなったらあなたが引き取ったら一体どこへやるつもりです あ,あそんなことはわかりませんわとソーニャはほとんど絶望的に叫んで頭を抱えたこの考えはもう何度となく彼女の頭に浮かんだもので彼が今また改めてそれをつつき出したことにすぎないのは明らかだったところでもしあなたがまだカテリーナ・イバノブナが生きている間に 病気になって病院に収容されたとしたら一体どうなるでしょうと彼は残酷に問い詰めた「何を言うんですなんてことを」そう言ったがソーニャの顔は恐ろしい恐怖に歪んだ「どうしてありえないんです?と」とラスコルニコフは こわばった薄笑いを浮かべながら続けた「あなたには保険がかかっているわけじゃないでしょうだからそうなったらあの人たちはどうなるでしょう?」一家そろって町へ恵みをこいに出かけるカテリーナ・岩信ナは5本5本咳をしながら袖をこいどこかで今日みたいに壁に頭を打ちつける子供たちは泣くそのうち道端に倒れて。 にに運ばれ、れ病院に送られて死ぬ。子供たちは後に残されて「ああやめて神様がそんなこと許しませんわ!」という叫びがとうとう締め付けられたソ侶ニの胸からほとばしった彼女は祈るような目で彼を見ながら彼にすべての運命がかかっているように。 組み合わせた手に無言の愛顔を込めてじっと聞いていたのだった <music>